西銘恵志郎君。西銘恵志郎君。会派沖縄自民党の西銘です。初日の最後になりましたので、よろしくお願いいたします。質問に入る前に、職官を述べさせてもらいたいと思います。13期がスタートいたしました。12期で任期を全うしてご勇退された先輩議員には、心から五六に対して敬意と感謝を申し上げたいと思います。そして残念ながらこの議場に来ることができなかった私たちの仲間、また多くの議員の思いも忘れずに、私は2期目、初心を忘れないで議員活動、議会活動に取り組んでまいりたいと思います。4月の人事異動で執行部に来られた部長の皆さんにもよろしくお願い申し上げます。では通告に従い質問に入りたいと思います。ちょっと順番を変えたいと思います。最初に2番、マリンスポーツの安全安心について、括弧1、マリンレジャーにおける海浜事故の発生状況等についてお伺いいたします。警察本部長、宮沢忠孝君。お答えいたします。令和2年5月末現在の県内の水難事故につきましては、発生件数が18件、死者が9名、行方不明はなしとなってございます。これは前年同期比で発生件数で4件、死者数で5名の減少となっておりまして、行方不明者については増減なしという状況でございます。以上でございます。西銘恵志郎君。本部長、今の数字は県警として把握している数字という理解でよろしいでしょうか。警察本部長、宮沢忠孝君。その通りでございます。県警として把握している数字でございます。西銘恵志郎君。海上保安庁で把握されている数字はお持ちじゃないでしょうか。警察本部長、宮沢忠孝君。今、手元にはございません。いずれにいたしましても、警察と海保で扱っているものの範囲が違いますので、数字については相違があるというふうに承知をしております。西銘恵志郎君。私も海保庁から数字をもらいました。私も最初はもう県警の数字がすべてと思ってまして、ある方から海保と数字が違うはずだということで、海保の数字をもらうと確かに数字が違いますと。もちろん海上での救助、事故、それから陸上でのいろんな話での定義はお聞きしましたけれども、申し上げたいことは、マリンスポーツ、これだけ発展する中で、事故が多発、私はしていると思っています。そういう意味で次の質問に入るんですけれども、水上安全条例について、施行年の届け出業者数と直近の届け出業者数について伺います。警察本部長、宮沢忠孝君。お答えいたします。水上安全条例が施行された、平成6年の海域レジャー提供業者の届け出数でございますが、海水浴場が40件、プレジャーボート業が109件、マリーナ業が4件、潜水業が234件、合計で387件となっております。一方、今年5月末現在の届け出数でございますが、海水浴場が67件、プレジャーボート業が1074件、マリーナ業が9件、潜水業が991件で、合計で2141件となってございます。西銘恵志郎君。はい、私もいろんなマリンレジャーの関係の方々と、事務所でいろんな話を聞いたりしています。で、今、本部長おっしゃったように、平成6年の施行年に比べると、もう8倍、7倍ぐらいかな、6倍、7倍ぐらいになってますよね。で、その条例自体がもう6年、平成6年に施行されて、ほとんど改定されてないということも聞いてます。ですから、その中で県警としてこの条例の課題について、どのように考えているか、お答えください。警察本部長、宮沢忠孝君。お答えいたします。議員ご指摘のとおり、この条例については、
平成6年4月1日から施行されてございますけれども、それ以降実質的な改正がないという状況であります。業界団体からは悪質な業者への対策を強化すべきという観点から陳情を受けておりまして、県警察においては条例改正について検討を始めたところでございます。改正にあたりましては関係機関団体の意見を十分に聞いて取り組んでまいりたいというふうに考えておりますが、現時点考え得る課題といたしましては、暴力団排除の規定を整備することや、シュノーケリング業を対象とすることなど、事業者に対する規制強化のあり方をどうするのかということでございますとか、規制を強化した場合に、その実効性を確保するため、県警察の担当部署の体制強化や、水上安全に係る民間団体の活動の円滑化をどのように図るかといったような課題があるというふうに考えております。石目啓志郎君。今本部長おっしゃったように、いろんな課題があるはずです。で、それで2年前に私が当時の文化観光スポーツ部長と県警の水上安全条例担当の方と私も入って、おむすび沖縄マリンスポーツレジャーセーフティービューローも一緒に会議を持ちました。前もちょっとこの話をしましたけれども、要は条例を新たに変える場合には、もちろんこういう業者の方々も一緒になってですね、いろんな現場の声を聞いてほしいと。特に戸口部長、これマリンスポーツなんで水上安全条例だから県警だけではなくですね、文化観光スポーツ部としてもぜひこれに参画をしていただいて、より良い条例にしていただきたい、これを強く要望しております。この件について終わりたいと思います。休憩お願いします。休憩いたします。お願いします。再開いたします。西銘慶志郎君。はい、では1番に戻って知事の政治姿勢について伺います。1、県執行部の意思決定方法、決裁権限等について伺います。総務部長池田武邦君。県では決裁権限について沖縄県事務決裁規定を定めております。本来知事の権限に属する事務については知事単独の意思によって決定されるものでありますが、複雑多岐にわたる県行政の事務の処理について、知事自ら決裁して処理することは非効率であり、また不可能に近いことでございます。そのため、知事の権限のうち、重要なものについては、知事自らの決裁により処理され、その他のものの決裁については、部長、統括官などに専決させるなどして、合理的で能率的な事務処理を図っているところでございます。以上でございます。石目啓志郎君。事務決裁規定、手元にいただきました。この目的についてだけちょっと総務部長、簡単に説明してもらえますか。総務部長、池田武邦君。お願いします。事務決裁規定、ちょっと第1条、読み上げさせていただきますが、この訓令は知事の権限に属する事務で、本庁において処理するものについての決裁の区分および手続きを定めることにより、事務処理の責任の所在を明確にし、合理的で能率的な事務の処理を図ることを目的としております。石目啓志郎君。それを踏まえて括弧2に行きたいと思います。沖縄全戦没者追悼式について、あ、主管部署、主催者、共催者、予算等について伺います。子ども生活福祉部長、名戸山明子さん。はい、沖縄全戦没者追悼式は子ども生活福祉部が所管しております。主催者は沖縄県および沖縄県議会、共催者は一般財団法人沖縄県遺族連合会、公益財団法人沖縄県平和記念財団、公益財団法人沖縄協会となっております。西銘啓志郎君。予算。子ども生活福祉部長、名戸山明子さん。失礼いたしました。追悼式の会場設営等にかかる委託契約額は約1580万円となっております。西銘啓志郎君。今の予算については今年度縮小した段階での予算なのか、もともとの予算なのかだけお答えいただけますか。子ども生活福祉部長、名戸山明子さん。はい、今年度の契約額が1485万円となっております。
前年度の契約額は1549万8000円ということで、前年度より約65万円下がっているところでございます。規模の縮小がございましたが、ビデオメッセージ等を頂戴した関係で、大型スクリーン等の配置をしたこと等から、大幅な減少にはなっていないところでございます。西銘慶四郎君。実はこの件を聞いた理由はですね、5月の15日に知事が記者会見で、全国防衛に持っていくという記者会見をしました。それから6月の12日ですか、定例記者会見で今度変更して戻しました。で、記者からの、私も実は県のホームページ見てたんですけども、その手続き、もともと15日に記者会見したときには、多分部内である程度の手続きを取って、決定をして、国立防衛に持っていくという方法を選んだと思うんですが、この辺の会場や、括弧 E に行きますけれども、開催規模の決定経緯について、ご説明お願いします。子ども生活福祉部長、灘山明子さん。今回の追悼式については、当初、新型コロナウイルスが感染拡大の状況にある中、開催規模を大幅に縮小し、国立戦没者墓園において実施する方針としておりました。しかし、その後、緊急事態宣言が解除され、そして県の主催ガイドラインの見直し等もあったところから、そのガイドラインを踏まえ、参列者を200人程度とし、合わせて開催場所を従来の式典広場としたところでございます。西銘慶四郎君。申し上げたいことはですね、おそらく先ほど主催者、共催者聞きましたけれども、5月15日記者会見する前に部内決定をして、共催者の調整をして知事が記者会見したと私は思っているんですね。で、それでまた今度戻すときに、その共催者や主催者含めたいろんな調整は行ったかどうか、ご回答お願いします。子ども生活福祉部長、灘山明子さん。はい、具体的には、最初の当初案の決定におきましては、5月14日に当時の感染状況等を踏まえ、参列者最少の16人、国立戦没者墓園で行うこととしたところですけれども、その決定に先立ちまして、案を作るに際しては、主催者の県議会ですとか、共催者である遺族連合会、平和記念財団、沖縄協会からも意見を頂戴した上で、案は作成したところです。そしてその後、ガイドラインの見直しがあり、そして緊急事態宣言の解除があったことから、5月の28日に見直し、ガイドラインの範囲内で、より多くのご遺族の関係者の方々に参加をしていただく方向で見直したいということで、調整に入りまして、6月8日に規模を最終案である198人、そして式典広場に戻すこととしておりまして、このあたりのやり取りにつきましては、県議会等との調整もしながら進めてきたところでございます。石目慶四郎君。今、県議会とも調整したとありましたけど、県議会はどこと調整されたんですか。休憩いたします。再開いたします。子ども生活福祉部長、灘山明子さん。県議会事務局の方と調整をしたほか、平和記念財団等との調整を行っております。西銘慶四郎君。その場合の主催の県議会というのは、議会事務局であって、我々議員や会派やそういうのは全く関係ないという理解でよろしいんですかね。子ども生活福祉部長、灘山明子さん。議長がご来賓としてご挨拶をいただくこともございまして、議会事務局を通して議長と調整をさせていただいたところでございます。石銘慶四郎君。じゃあ今後、主催が議会のものはすべて議長とのみ調整をして、会派にも説明もなく、一転二転しても何もなく行う予定ですか。すべてのイベントに含めてですけども。子ども生活福祉部長、灘山明子さん。はい、
例年開催にあたりましては議会事務局を通して調整はさせていただいておりまして、例えば例年でしたらバスを出してご移動いただいたりというところもあるかと思いますけれども、こういった調整もすべて議会事務局を通してさせていただいているところです。西銘慶志郎君。私が申し上げたいのは、少なくとも各派の代表者には何か説明があったり経緯があったり、実は会派長に聞いたら一切説明がないということでした。もしかしたら与党にあったのかは分かりません、私は分かりませんけれども、少なくともそういったことをマスコミ新聞で知り、また知事が市民団体から要請を受け勉強不足だったということも含め、どういう経緯で変わったかはやはり重要だと思うんですね。先ほど聞いたのは、ある決裁権限を持っている委託された人たちが決裁を取って決定をした、それがあることで変わる、これは知事の命かどうか分かりません。要は申し上げたいことは、先ほど決裁基準に基づいて責任部署が決裁を取って実際に実行しますよね、予算も決裁を取りながら、それが言葉でいいですけど、コロコロ変わるっていうのがおかしいんですけども、変わること自体が私は悪いとは言いませんよ。ただ変わる手続きをしっかり我々議会にも説明してもらわないとと僕は思ってるんです。今後議長と議会の関係はどうあるべきか、私はまた新しい議長にも期待したいんですが、ぜひそういったものは最低限会派の方には一言説明するというようなこともぜひ検討していただきたいと思います。休憩お願いします。休憩いたします。以上、再開いたします。西銘慶志郎君。続いてうですけど、平和の日の管理について伺います。今平和の日というのはどこが管理をしてどのような状況になっているのかをご回答お願いします。子ども生活福祉部長、などやまあきこさん。はい、平和の日は平和の礎は、ごめんなさい、失礼しました。はい、平和の礎が置かれている広場の中央には平和の火が灯されておりまして、その平和の火は普段は参観者への安全上の配慮により常時点火することが困難であることから、県において点火基準を設定し運用しているところです。石名慶志郎君。私も広島市の平和の灯火をちょっと調べてみたら、もう365日灯しているらしいですね。で、アメリカのアーリントンでしたっけ、墓地、私も以前行ったことあるんですけど、そこも絶えず灯しているというふうに聞いています。で、今回この質問したのは、私の支援者ではある方から、平和の日がついてない日が大半だったことを聞いたときに、私もすみません、不勉強だったんで、やはり永遠に灯し続ける、先ほど安全上の管理というふうにおっしゃいましたけど、広島ではできているわけですね。中身がどうか私は分かりません。今後の中でやはり平和を訴え続けるのであれば、その平和の日の管理の仕方というものも検討いただく必要があるのではないかと思って今質問しているんですが、お考えどうでしょうか。子ども生活福祉部長、などやまあきこさん。はい、現在の運用では慰霊の日や広島長崎の原爆の日、終戦記念の8月15日等に点火をするような形になっているところですけれども、議員の今のご意見もございましたので、ちょっと管理を委託している財団の方とも意見交換をしてみたいと考えております。石名慶志郎君。はい、ぜひ、その辺も検討いただきたいと思います。それでは、括弧3に移ります。新型コロナウイルス感染症対策に関して、新型コロナウイルス対策本部会議と専門会議のメンバー、役割、開催回数、議事録等について伺います。保健医療部長、大城玲子さん。はい、新型コロナウイルス感染症対策本部等のメンバーについてお答えいたします。沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部会議については、知事を対策本部長としまして、副知事、政策調整官、各部等の長、それから水道事務局長、企業局長、病院事業局長、教育長および警察本部長の合計19名で構成されております。新型コロナウイルス感染症対策の総合的な推進に関しまして、全庁体制で取り組むものでございまして、これまでに34回開催し、その開催ごとに議事概要を作成しまして、県のホームページにおいて公表しているところです。また、新型コロナウイルス感染症の専門家会議につきましては、呼吸器内科、
感染症科、ウイルス学、救急医療、医師会及び公衆衛生の専門家の計12名を構成員としまして、県における対策を企画立案する際に必要となる科学的かつ専門的な知見を得ることを目的として設定しているものでございます。これまでに8回開催しまして、その開催ごとに議事概要を作成し県のホームページにおいて公表しているところでございます。石目健志郎君。今後ですね、これから経済対策をする中で、対策本部の中に経済的な関係者は入ってないという理解でいいんですよね。これはどのように今後お考えになるのか、またはもう県の部局長だけでやるのか、もちろん医学的な見地を専門家会議でいろんな知見をもらう中で、あとは経済対策をどうするかというときに、県の中だけでやるのかですね、この辺は今後、どのように考えていますか。休憩いたします。再開いたします。商工労働部長、加賀津昇君。お答えいたします。今その議員ご指摘 の新型コロナウイルスにかかるその緊急、経済対策にかかる分については、5月28日付で、新型コロナウイルス感染症の影響等にかかる緊急経済対策本部というものを設置しております。メンバーですけれども、メンバーといいますか構成員ですけれども、まず知事を本部長としまして、副知事及び政策調整官を副部長で、本部員を各部局長 として構成しております。所掌事務としましては、経済対策及び実施方針の決定に関することですとか、関係機関との情報収集ですとか、連絡調整、広報ということで、その第1回の対策本部会議を開いた際にですね、経済対策の基本方針というものを定めております。以上です。石目健志郎君。で、経済対策本部、本部長すべて知事と聞きました。感染症対策もですね。で、最終的な決定権というのはどっちにあるんですか。経済対策はもう経済が最終的な決定をして、感染症対策は感染症対策のことだけをやるという理解でいいですか。保健医療部長、大城玲子さん。はい、感染症対策と経済対策とは両輪で、動かなければならないものというふうに考えておりますので、知事の陣頭指揮のもとに、両方の会議が有効に、有機的につながるものと考えております。石目健志郎君。次の今少し飛ばしてうの方に行きたいんですけれども、先ほど議事録じゃなくて議事概要とおっしゃってました。マスコミからも議事録を残すべきではないかという意見もあったようですが、私も思うんですけれども、この三十何回開催した対策本部の会議の中で、これをどのような議論が出て、専門家会議も含めてどのような結論に至る経緯っていうのは私大事だと思うんですね。これから2年3年経ったときに誰がどう決定したかっていうのは残しておかないと次の時に検証できないと思うんですよね。ですから概要で残すのも構いませんが、議事録を公開するかしないか、いろんな扱いあるにしても、しっかり議事録は残しながらこの次のステップに進んでいかないと、私は何かが足りないような気がします。それと知事、私は何度も知事にもいろんな話をしました。例えば医者と患者の関係でいうと、医者は患者の状態を聞いてどういう薬を使うかを決めます。例えば経済界でいうと、経済界と知事がもし仮に医者としたら、経済界にもいろんな業種があります。今元気な業種、もう大変重症な業種、そういう中で知事が直接話をして、この経済界の状態を把握をして対策を打つ。ですから私が前回申し上げたのは、観光関連のトップを聞いたときに副知事お会いしませんでした。で、観光スポーツ部長がお会いしたことを申し上げましたけれども、文化スポーツ部長が会うことが悪いことじゃないんですが、知事はよくおっしゃいます。いや、部長から報告聞いてますと。いや、それはいいです、それで構わないんですけども、大事なことは直接トップの方と会って話をする。そして患者の状、患者という言い方は大変ですけど、各経済実態のですね、いろんなことを把握をして、じゃあ何をどうしよう、対策いくら積んでどうしようかというのをしっかり僕は行うべきだと思います。例えば今回、補正予算1000億とおっしゃいました。観光関係に使ったら 6.5 億ですよ。5億と今回の 1.5 億観光、要は観光再発見、これでいいのかどうかですね。私は1兆2000億の経済効果があると言いました。1%でも120億ですよ。
私は今、正直言って8月以降の GoTo キャンペーンが本当に順調にいくか、この沖縄の感染がどうなるか分からない中では、県内需要の喚起というものも先ほど話の議員からありました、バスを使ったバスツアーでもいいです、そういうのも含めて、観光施設も含めて、やはり対策を打たないと、ホテルを、はい、宿泊しました、じゃあ今度は民宿も対象にしますということだけではなくて、観光産業に携わっている多くの方々の声をぜひ聞いてください。知事、今からでも遅くありませんから、ぜひそういったことを副知事も含めて、もし何かあれば、はい。文化観光スポーツ部長、戸口和弘君。はい、西銘議員のご質問ですけれども、まあ、私ももちろん観光業界の方々と何回かお会いしましたけれども、それも含めてですが、知事、副知事、まあ、それぞれのお立場でですね、観光業界の方々と、まあ、要請ですとか、あるいは意見交換も含めて、何回かお会いして、まあ、実情を聞いて、それを施策に反映をするというような形で、進めさせていただいております。それともう一点ですけれども、その予算的なこと、観光振興に関することでございますけれども、もちろん GoTo キャンペーンということで、8月から国の政策がいよいよ始まるわけですけれども、その前に沖縄県でもできることを進めていこうということで、ご承知のように、第1弾、沖縄再発見プロジェクト、その際は5億円ということで予算計上させていただいて、執行してまいりました。で、今回第2弾で1億5000万ということで、なんとか GoTo キャンペーンにつなげていくと同時に、合わせてプロモーションもですね、これは航空業界、それから地方空港、全国の等々と協力しまして、プロモーションと実施して、その GoTo キャンペーンに続けて、つなげていこうという努力も、取り組みもやっておりますので、どうかご理解を賜りたいというふうに思います。石目啓志郎君。理解賜るのは私じゃなくてですね、観光産業の方々としっかり話をしてください。声を聞いてください。この対策で十分かどうかも含めてですね、これはぜひもう一度部長には強く要請しておきたいと思います。続いて3番、東北キャラバン及びバンコク診療会議について、1、開催実績、支払い実績等について伺います。知事公衆、金城勝君、はい県におきましては、基地負担の現状や普天間飛行場返還問題、辺野古新基地建設問題及び日米地位協定の問題について、広く周知を図り、問題解決に向けた国民的議論の機運醸成を目的として、昨年6月に東京で、キックオフシンポジウムを、8月に名古屋市で、9月に大阪市で、11月に札幌市で、それぞれ東北キャラバンを行い、そのいずれにも知事が参加し、講演を行ったところであります。最終的な支払い実績の総額は1028万195円となりました。開催地ごとの内訳は、東京が257万501円、名古屋市が238万6226円、大阪が112万5466円、札幌が220万3856円となっております。以上でございます。石目啓志郎君。ごめんなさい。バンコク診療会議は。文化観光スポーツ部長、戸口和弘君。はい、バンコク診療会議の開催実績等についてお答え申し上げます。令和元年度のバンコク診療会議は、米軍基地間問題に関します会議を4回、児童虐待に関する会議を2回、SDGs に関する会議を3回、加えて SDGs 普及推進のための県民円卓会議を1回、計10回開催をいたしました。また、バンコク診療会議の会議運営等の委託業務の実施に要した経費は、精算の結果、契約額約2407万円に対して、約2015万円となっております。石目啓志郎君。今、この2つの、会議、キャラバンについては、清算済みという理解でよろしいですか。知事公室長、金城勝君。その通り理解してよろしいと思います。はい、その通りでございます。すみません。文化観光スポーツ部長、戸口和弘君。その通りでございます。西銘啓志郎君。東北キャラバンについてちょっと確認したいんですけど、私も費用明細見させてもらいましたけれども、会社一ごとに出してますよね。で、例えば受託者の人件費とか直接経費というのが出てないんですよ。で、東京キャラバン、バンコク診療会議は人件費とこの内訳も出てるんですけど、
こういう形での東京ラバについては明細を出せますか。知事公室長、金城勝君。はい、開催地ごとの内訳は提出することは可能でございます。ちょっと休憩休憩いたします。開催地ごとじゃなくて、例えば1回目のシンポジウムは受託者の人件費いくら、講師料、まあ、借金、もろもろそういった明細ありますかということです。そういうチェックをしてますか。休憩お願いします。休憩いたします。再開いたします。知事公室長、金城勝君。はい、議員ご質問のとおり、開催地ごとのですね、明細はございます。休憩、僕言ってるのは休憩いたします。開催地ごとじゃなくて人件費、要は ND が受託したでしょ。まあ、分からないと思うけど、その人件費はいくらか持ってますか。答えられますか。再開いたします。知事公室長、金城勝君。まあ、開催地ごとに人件費の額でございますけれども、トータルでいいです。トータルで382万2809円でございます。西銘慶四郎君。何が申し上げたいかというと、これもともと開催は 5回でしたよね。東京、名古屋、大阪、札幌、福岡、実際4回ですよね。で、当初の予算が1043万で、支払いが1028万、本来は5分の4に僕はなるべきだと思うんです。これがもうほぼ満額じゃないですか。そこはちゃんとチェックしてますか。休憩いたします。再開いたします。知事公室長、金城勝君。内容につきましては、適正にチェックを行っているところでございます。西銘慶四郎君。これはもう一度監査が入るかもしれません。次、番組診療会議ですけれども、ちょっと休憩お願いします。休憩いたします。再開いたします。西銘慶四郎君。これは代表質問でもありましたけれども、私も児童虐待のこの万国診療会議2回目出席しました。当時大城部長と名古屋副部長、統括官、それから島袋調整官もいたと思いますけれども、あの現場を見てですね、本当にこの受託者が何もしてないことに気づきました。受付とお茶だけ、進行は院長がやって、あと答弁を子ども生活福祉部がやってました。何を申し上げたいかというと、これだけの対価を払う私は会議ではなかったと強く断言できます。現場見た人間からしてですね、まあ、これもいろんなことがありましたので、もう今からあまり深くは言いませんけれども、申し上げたいことは、新年度、もうちょっと次の質問に行くんで、新年度の万国診療会議も5部門で行われるようですが、2万7000円から8400円に変わったこと、これもまたどこかできっちり確認をしたいと思います。それと、ちょっと休憩お願いします。休憩いたします。この再開いたします。西銘慶四郎君。ナシドキピースアカデミー、NPA ですね、のこのオープン記念イベント、ここに知事が載っています。で、ここに主催者がいます。 NPA 共同代表宇都宮さんという方は知事面会あるんですか。畑由美子さん、お二人は面識あるんでしょうか。知事玉城デニー君。いえ、私はお二人とは面識はありません。西銘慶四郎君。今日の、文化スポーツ部長の答弁で、メールが、あ、メールじゃない、このイ・なんとかさんでしたっけ、なんとかなきゃ、ちょっと休憩お願いします。休憩いたします。確認したいのはですね、再開お願いします。
再開いたします。西銘恵志郎君、はい、NPA には、秘書課に案内が届いたと、何さんだっけ、ごめんなさい名前が出てこないですけど、それはどのような方法で来たかお答えください。文化観光スポーツ部長、戸口和弘君。メールで来たと認識しております。西銘恵志郎君。誰宛にメールできたんでしょうか。文化観光スポーツ部長、戸口和弘君。秘書課の担当職員でございます。石目圭志郎君。ということは、イ・ヨンヒチェさんと秘書課の担当は懇意にしてるんでしょうか。窓口は誰が紹介なんですか。文化観光スポーツ部長、戸口和弘君。この場でもともと懇意だったかどうかというのは、ちょっと確認取れません。マイク聞こえないんです、すみません。もともと懇意だったかどうかというのは確認取れておりません。文化スポーツ休憩。休憩いたします。知事公室長。うん、所管で分かってる。うん、あ、まあ答えるだけで。再開いたします。知事公室長、金城勝君。はい、知事首脳に、メールが来まして、それを、まあ、内容確認した上で所管課の方に、まあ、つないだということでございます。知事首相に来た、知事首相に、特別首相に来た、はい、その通りでございます。特別首相に休憩いたします。確認どうぞ。はい、特別首相に来たということね。再開いたします。西銘恵志郎君。普通こういう依頼というのは正式に特別秘書に来るんですが、例えば本来であればこの主催者と知事が全く関係ないとした場合ですよ、面識もないとおっしゃいましたよね、お二人、その主催者が彼でもなくてこのコーディネーターから秘書に来るということはどういうことだと考えられますか。休憩いたします。再開いたします。文化観光スポーツ部長、戸口和弘君。イ・ヨンチェ氏と知事はお知り合いだというふうに認識をしております。石目圭志郎君。ちょっと今日午前中話題になった件ですけども、これ6月26日のある方の、まあ、Facebook なんですけども、今週から金城リンダ名義でオンライン沖縄講座を始めることになりましたって言ってるんですね。要は徳森リマさんが金城リンダでオンライン講座を始めることになりましたってことをアップしてるんですよ。でそれともう一つ、本当に先ほど部長がこの NPA っていうのは韓国との交流って言いましたけど、この3ヶ月間のオリエンテーション、まあ講座案内実項目あるんですけど、これ見てますよね。普通調べませんか、依頼が来たときにどんな団体で、どういう人がメンバーでって、私は絶対調べると思います。これは会食のときに、知事が会食のときに、いや、メンバーは知りませんでしたと。ということと似てるんですよ。知らないわけがないですよ。この中のコースの3番目に、知らなかった沖縄ということで、徳森リマさん、まあ、近所リンダさんかもしれませんけど、講師として入ってるんです。そしてもっと言いましょう。このナシノキピースアカデミーの本体、もともとナシノキ社というのは出版会社です。そこが水道橋でアメニティカフェというのをやっています。そこの代表の、共催の畑由美子さんですか。ご挨拶の中でこういうことが書いています。ちょっと、省略しますけど、ナシノキ社が出版を通してやってきたことは、日本のアジアへの進出の歴史を知るということと、女性差別的な日本の社会を変えたいということです。戦争は差別を乗り込んでいきます。辺野古の海を埋め、軍備拡張路線をひた走る安倍政権を止めましょうということが書いてあるんですね。僕はちょっともう一回質問します。総務長か、知事公室長か、政務と公務の違い、教えてください。
端的に説明してください。休憩いたします。再開いたします。知事公所、金城勝君。はい、公務政務の、区分といいますかですね、このご質問でございますけれども、公務または政務に関して、明確な定義はないと考えておりますけれども、公務とは知事として行う県の事務を指すものと考えております。県が主催する行事への出席はもとより、民間団体が主催する行事であってもその内容や目的が県の行政施策に密接に関係するものであり、知事が県の立場等を表明するものである場合には公務に当たるものと考えております。以上でございます。石目健四郎君。もう一つ言いましょうね。この梨の記者のある対談に猿田小夜さんが出てます。覚えてますよね。 ND の猿田さん、新時代、新外交人社長ですよ。いいですか。猿田さんが出てきます。そして個人名はちょっとあまり出せないんですけども、先ほどちょっと出ました、この大学教授、この大学教授は尾長知事が、国連の人権理事会で枠をもらって発言した人のこの人が代表です。 NGO の何が申し上げたいかというと、そういう的要素が強い方々の、しかもこれ有料のあれですよ、9000円で、それに知事が公務として PR に出ることが本当に公務なの。これ政務ならいいですよ。政治家として出るなら何でも言いません。部下も使わずに公務としてこれを堂々と沖縄県として、これ本当に主催じゃないけど応援しているようなメッセージですよ。見た方はこれが本当に普通なんでしょうか。部長、先ほど公務決裁したと言いましたけど、決裁を取るように僕は申し訳ないけど大変辛い立場になったんじゃないかと思います。何でもかんでも文化学スポーツ部に振られて、ぜひちょっと一言あれば。知事、玉城デニー君。いろいろな方々が活動していれば、いろいろな形でその接点はあろうかと思いますが、そもそも私は、恵泉女学園大学のイ・ヨンチェ氏から、このオープニングイベントで、最初はソウル市の教育機関であるチョ・ヒョン氏との対談という形で依頼がありました。しかし、もろもろ調整したんだけども、どうもその内容とか対談の詰めができないということになり、そしてでは、この、市民交流など観光交流の促進の観点から、このイベントで挨拶をしていただいて、当日、ズームでオンラインでの対応というふうな運びになったんですね。ですから、それは先方の趣旨としてはですね、ナショナルピースアカデミーには、日本や東アジアの国際関係、特に沖縄や韓国との交流に関心を持っている参加者が多く予定されていること、日本、沖縄、韓国間をはじめ、東アジアの市民交流、学生交流、観光交流の活性化を応援する内容で、ソウル市の教育庁、教育官と知事にトークイベントの参加をお願いしたいという内容で来たんです。まずですから、最初は私の秘書を通して来たんですが、これは正式に秘書課に通して、それで受けるかどうかはもうちゃんと判断してくださいということで、ほとんどそういうふうにやっています。それでこれは政務だ、これは公務だというふうなこともきちんと振り分けないと、すべてごちゃ混ぜにやるわけにはいきませんので、公務と政務の区別を必ずつけるようにしています。特に昨年夏以降の日韓情勢の影響で韓国の観光客が減少したことを受け、私が10月に訪韓した経緯があることから、観光振興課が所管課となり、観光交流を中心とした地域間、市民間の交流の促進を目的としてオンラインで参加した、つまりそれが目的で公務としてこのイベントのオープニングで挨拶をし、教育館の、話を聞いて一言二言ご挨拶をさせていただいたということです。ですから私は純然たる公務としてその内容を所管課にお任せしましたし、私はそういう意味では市民間交流、学生交流、観光交流という形の公務に即した
任務であったというふうに理解をしております。西銘健志郎君。このアカデミーはそういうものじゃありません。よく内容を見てみてください。それと知事、前回の時も最初はプライベートから何ら問題もないというのが与党の追及もあって謝罪しましたよね。今後気をつけますと。私もあの時申し上げました。理科に冠を立たさずやめてくださいと。今回も一緒ですよ知事、疑われてもしょうがないですよ。全部紐解くと。そこをしっかりぜひ、これはあの今後の話も時間ないんであれですけど、そういうふうにならないようにしっかり各部局も頑張ってほしいと思います。以上です。